はい、どうもマナマンです。今回はパズドラ、スフィンクス杯の方やっていきたいと思います。ランキングダンジョンですね。今回は固定メンバーですね。楓、昨日にコンボで攻撃力 3.5 倍、3コンボ以上で4倍、回復の5個十字消しでダメージ半減、攻撃力2倍。ふんふん。ペルセウス、てか持ってないやつばっかだな。多分ミカエルも。これはカメオ、エメラルド、これはラストに使うかな。シルビー、てか持ってないキャラばっかなんでスキルがあんまり分かってないんだけど、まあいいや、とりあえず挑戦してみましょう。とりあえずクリア目指していきます。お、気が落ちやすくなる。スキルは何か使えるのかな。昨日にコンボしないと火力が出ないってことやから、まあいるでしょう。回復の十字消しとかそんなところやってる余裕はないな。昨日にコンボできるかな、ちょっと心配だけど。ここを4つ消しにしとこうか。 12.25 倍。片方だけ。いや、これちょっとやばい、いきなりやばい。ちょっとまずいな、どうしよう。これでここ使うのもったいないな。いや、いいのか。どうスキルを使っていけばいいかわからん。回復消すのもったいないよな。十字消しもどっかで。全然キー落ちてこない。おお、1指定か。水置きに、光置きに、水のが多いね。 OK。 さあ、いや、十字で作るっていう余裕がわからんなこれ。無理だろ。こうか。おー、できた。十字消しできましたね。64倍。昨日多分3コンボも入ったから。おお、先制のダメージを防ぐ。オッケー、軽減してくれたね。どうしようかな。まあ、十字使えないから、ここは昨日3コンボは作れるね。それで突破していきましょうか。こんな感じかな。どうかな。減らねえ。ちょっとやばいんちゃう。オッケーオッケー。スキルがまだたまらない。十字作りたいね。作りたいけど、わかんね。ちょっと待って、十字の作り方がマジわからん。あ、こうか。お、危な。ギリギリ。オッケー。さあ、わ、ここでスキル使いたいな。ちょっと一旦耐えるか。十字作れば軽減できるからと思ったんだけど、ちょっとわからん。もういいや。ダメージでかい。うわ、毒かよ、やべ。回復作るか。毒ドロップは置いといて、ちょっと
これで落としで OK。 よっしゃー、ボスまで来た。残りもう40秒だけどね。いやー5コンボ、ワンパンできるかな。十字を作らんと厳しいと思ったけど、そんな余裕がないからさすがにちょっと無理なんで、木の3コンボ意識しよう。んー無理だな、ちょっとなんかわからん無理だわこんだけ回復あんのにうまく作れんかったし、全然減らへん。最悪、最悪なんだが。回復消して、闇消して、光消して。うん。気が降ってきた。うわー、マジか。そしてスキルが使えない。診断じゃないか、これ。これは死んだやろ。多分削りきれねえだろうね。おっと、マジか。入れ替わり。列だよね。ペルセウスは。倍率出すのが難しくないかこれ。いやーどうやればいいんだろうね。どうしよう。まあうち一番上に列作るのがいいと思うんですけど、むずい。回復持っていこうかな。しかもコンボも決めんといかんし、もう秒数とかあんまり関係なし、クリア、クリアだ、第一優先。ああちょっと待って、まあ落ち込んでクリアしよう。クリアできたクリアできた。まあ初見だとこんな感じだよね。さあめっちゃ成績悪いやろねこれ。ランキングどこに入るんだこれ。98.4 って。はい、では今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。